はい、どうもこんにちは、セブンです。で、いきなりなんですけど、家の内装を作るとき、カーテンで作ってますかね。多分カーテンで作る人少ないと思うんですけど、内装を作るとき、窓にワンポイントとして置いとくと寂しさがなくなるんでおすすめだったりします。で、今回はカーテンの作り方を紹介するんですけど、同じようなカーテンでも少し変えるだけでおしゃれになるんで、気に入ったのがあったらぜひ作ってみてください。ということで、行ってみましょう。